秘宝、ロッテが首位にいる理由、誰にもわからない。謎、気にするな、初戦ロッテや。吉井監督が名将らしい。楽天西武ハムが支えてるから。交流戦でソフトバンクが抜け出す後半折りが巻き返す結局3位や。ありそうだからやめてくれ。種市、小島、佐々木が強力やな。チャンスは沢村が出た時くらいや。打線はどうなんや。昨日は5本塁打の大爆発や。ポランコ以外日本人のしかも若手しかほとんどいないのにようやっとる。吉井が調子優先で選手起用してるから怪我人だらけでも意外と打ててる。吉井だけパワプロしてる説ある。調子マーク見えてる。調子とかいう謎ワード爆誕する。吉井の調子が落ちてきたらどうするんですか。どうせすぐ落ちるで。ちなろ、50年近く優勝してないんだからそのうち落ちるだろ。2005年の公式順位表見てこいかす。怪我組が帰ってくるまで耐えれるかな。石川はまだ寝違えるの。里崎、ロッテの調子がこのまま続くわけがない。里崎を信じろとか言いながら解説で自分が解説した試合は7連勝中ですってウキウキしてんの可愛いわ。中日を優勝予想するやつの何を信じろと。沢村失点するときに派手に燃えてるから防御率は悪いけど活躍はしてるよな。3試合しか失点してないしな。つか先々週のカトックス以降負けてないのか。そら首位だわ。開幕ソフトバンクに3立てされたときは再開覚悟してたんやが、おそろみんな B クラス取りこぼさないから差がつかんな。毎日が水曜日ならな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。